第二次ソロモン海戦。第二次ソロモン海戦は、第二次世界大戦中、1942年8月24日に、ソロモン諸島の北で戦われた日本軍とアメリカ軍との間の海戦。連合軍側の故障は、東部ソロモン海戦。日本海軍は、空母一隻を喪失、ガダルカナル島への兵員輸送にも失敗して、敗北した。1942年。 昭和17年6月上旬のミッドウェイ海戦で日本軍は主力空母4隻赤城、加賀、総流飛竜を一挙に失い FS 作戦は延期となった代わりにソロモン諸島ニューギニア諸島に航空基地を建造しオーストラリアを孤立化させる SN 作戦を発動しガダルカナル島に飛行場を建設した同年8月7日アメリカ軍は ウォッチタワー作戦を発動し、ガガルカナル島とツラギ島にアメリカ海兵隊が上陸、フロリダ諸島の戦いの末に占領した。これに対し日本軍はニューブリテントラバウル基地から航空隊を、続いて第8艦隊を送り込んだ。同月8日から9日にかけて第一次、ソロモン海戦は正規し、日本軍は勝利した。護衛部隊が壊滅したことを受け、 アメリカ軍輸送船団は物資の揚陸を中止するとアメリカ軍海兵隊を残して撤退した。だが日本軍も海軍陸戦隊を乗せた輸送船団が撃退されガダルカナルツラ偽造機奪回は頓挫する。さらに海軍航空隊は輸送船団数十隻を撃沈したという五人戦火の報告や前線からの未確認情報をじたため、 日本軍上層部は上陸したアメリカ軍海兵隊の戦力を約3000名と誤認し、ミッドウェー作戦用に準備を整えていた、一木清次自家陸軍大佐指揮下の一木主体をガダルカナル島へ転用し、この兵力でガダルカナル島を奪回できると判断した。同月17日には、日本軍一木主体を乗せた、有賀工作第四駆逐隊司令指揮下の駆逐艦六隻。 嵐、萩風、裏風、谷風、浜風、影楼がトラックを出発し、18日にガダルカナル島へ揚陸させた。なお、萩風は空襲で損傷し、嵐と共にトラックへ撤退。第17駆逐隊、裏風、谷風、浜風は、ラビの戦いに参加することが決まっており、ラバウルへ移動。このためガダルカナル島海域に残ったのは、影楼石となり、 単幹で偵察や対地砲撃を行った。19日、一騎士隊の増援部隊が第二水雷戦隊機関人数、司令官田中雷蔵少将に護衛されトラックを出発した。このため第一次ソロモン海戦後に日本軍は師団のような大規模な兵力を投入するなどの積極的な行動をせず、ガダルカナル島から アメリカ海兵隊を撃退する絶好のチャンスを逃した。逆に海兵隊は遺棄された日本軍の機材を利用して、ヘンダーソン飛行場基地を完成させた。一騎死体の壊滅の法を受ける前、8月25日頃までにガダルカナル島奪回を完了することを決め、一騎死体の支援と奪回を確実にすべく、川口清健少将を率いる川口死体の投入を決定。 近藤信武中将の第二艦隊、名雲忠和中将の第三艦隊が増援部隊輸送の支援を行うこととなった。第二艦隊は8月11日、第一航空戦隊の空母3隻、昇格、随格、竜上を主力とする。第三艦隊は16日に、17日には、戦艦山和以下山本十六、連合艦隊司令長官も、 それぞれトラックに向け出撃した。一方、アメリカ軍もエンタープライズ、サラトが、ワスプの3空母を主力とする、第61任務部隊、カイジェイフレッチャー中将をこの方面に進出させた。日本側は、一機死体出発後に、川口死体の輸送を始めていたが、20日、日本軍の偵察機が、ガダルカナル島南東で空母を含む艦隊を発見した。そのため、 輸送一時中止し、ガダルカナル島海域の航空優勢の確立のため、第三艦隊はトラック入港を取りやめ南化した。さらに、トラックにあった第二艦隊、近藤信武中将も同日出撃した。戦艦、道の区は第二駆逐隊、村雨、寂だれ、春雨のトラック島到着を待って、トラックを出撃した。十一日、一期死隊は、 ヘンダーソン飛行場を目指してアメリカ海兵隊に攻撃を行ったが戦死者約800名を出して敗退海兵隊の戦死者は約40名だったラバウル基地の第11航空艦隊と第26航空戦隊は米軍空母を求めて攻撃隊を発進させたが何の成果もなかったまたアメリカ軍はすでに完成させていたヘンダーソン飛行場に 航空隊を進出させることを試み、護衛空母のロングアイランドが軽巡洋艦ヘレナと、駆逐艦一隻の護衛のもと、戦闘機械4回、ワイルドキャット19、急降下爆撃機、SBD ドーントレス12機を輸送した、8月20日、進出。日本軍はこれを、アメリカ機動部隊と誤認し、輸送船団を一旦交代させた。8月19日、 外南洋部隊及び田中司令官は、高風に大使ゲロウと任務を交代するよう加齢した。高風は、戦乱、護衛部隊、第二水雷戦隊から分離して、ガトウ海域へ先行。燃料不足のカゲロウとガダルカナル島を周辺、警戒任務を交代した。8月22日未明、高風は、単艦で、ルンガ白地へ突入。米駆逐艦三隻、ブルー。 エルム、ヘンリーと交戦、魚雷6本を発射して1本をブルーの管理に命中させ、ブルーを撃沈した23日栄光中に自沈処分。前日の第3艦隊は空母を主戦力と明確に位置づけた本格的な機動部隊であったが日本海軍の規定では、南雲より専人である近藤が第3艦隊を統一指揮することになっていた。近藤司令部と 南雲司令部は、お互いの情報交換、戦術のすり合わせを一度も言ったことがなかった。第三艦隊は、主に二つの集団で構成され、空母と少数の護衛部隊、艦艇からなる本隊、第十一戦隊、比叡、霧島、第七戦隊、重巡洋艦、鈴屋、熊野、第八戦隊、重巡洋艦、とね、ち熊の前衛艦隊に分かれている。 従来の円形陣形とは異なり、前衛艦隊は、空母部隊から100から150回里前方に進出して、横一列陣形、艦間隔10から 20km を取り、作敵と敵機の攻撃を吸収する役割を担った。空母はその後ろから縦に連なって続き、真上から見ると、定の字の形になった。いわばとなる、前衛艦隊将兵からは、 不満が続出したが、指揮官たちは新人系、新戦法を検討する時間も与えられない、ママ最前線へ進出した。機動部隊決戦に向けて、前衛と本隊の役割及び位置関係についての、戦術を説明する機会や時間がなかったため、やむを得ず航空機から筒を投下するという方法で、各隊、各艦に配布している。第三艦隊は、三五回回戦での修理を終え、 レーダー21号電単を装備した昇格に正気を掲げた。また、第1航空戦隊の空母随砲第2航空戦隊空母、費用、巡洋は、連動不足のため、日本で訓練を続けている。随砲は7月31日に、ドックから出去したばかりで、出撃準備が終わらず、二航戦の流場が、 随法の代官として第一航空戦隊と行動を共にすることとなった。8月23日朝、アメリカ軍のプビー、カタリナ飛行艇が日本軍の増援部隊を発見する。サラトガから攻撃部隊が送られるが、天候不良のため発見できなかった。同日午前、フレッチャー司令官は日本艦隊は、 トラック北方にありという太平洋艦隊情報部の判断を信用して、ワスプを燃料補給のため南下させた。南雲機動部隊は作敵を行いつつ南下したが、午後4時、ゴロは北上した。日本海軍航空隊、基地航空隊は23日も、何の戦果も挙げられず、宇垣きまとい連合艦隊参謀長は、何を目標にしているのだと失望している。24日午前0時。 日本軍は、空母流城、従順げ、ね、第八戦隊司令官、原忠和少将座上、第十六駆逐隊、時津風、天津風を分破し、陸軍上陸予定日二十五日を前に、ガダルカナル島攻撃に向かわせた。ヘンダーソン飛行場基地に損害を与えるとみられる。詳細な命令は、以下の通り、一家合作戦における、機動部隊作戦種別左の通り、 龍城の航空隊がガダルカナル島の飛行場を攻撃してアメリカ軍機動部隊の注意を引きつけその間に第三艦隊主力昇格随格がアメリカ軍機動部隊を撃破するというおとり作戦であった草加龍之助第三艦隊参謀長は増援部隊輸送船団第二水雷戦隊護衛が8月25日が上陸予定なので前日中に ガトーヘンダーソン航空基地を叩く必要があり、流状帯分派について、ミッドウェイの輪立ちを踏むことであるが、この際仕方がなかったと回想している。同日9時、アメリカ軍の飛行艇が流状を発見した。午前11時30分、流状からガダルカナル島へ攻撃隊が発進した。フレッチャー司令官は、昇格と随格の存在に気づかず、11時45分、 サラトガより38機を竜城に向かわせた。宇垣三参謀長は、竜城がちょうどおとりのような役割になったと表現している。12時過ぎ、チクマ水上偵察機がアメリカ艦隊を発見し、消息を絶った。午後1時、昇格から第一次攻撃隊、関守少佐、99式艦上爆撃機27機、0式艦上戦闘機10機が発進した。午後1時8分、 ナグモ機動部隊は SBD ドーントレス2機の機種を受け、昇格の環境原則すれすれに資金弾となった。昇格搭載のレーダーはドーントレスを探知して環境に報告していたが、喧騒により指揮官たちに伝わらなかった。13時50分、サラトガからの攻撃隊が竜城を発見した。同時刻、アメリカ軍偵察機が竜城の北方60マイルにナグ機動部隊主力。 昇格、髄格を発見していたものの、電波状態悪化のため母艦とサラトガ攻撃隊の間の連絡が取れず、彼らは目の前の流城を撃沈したに留まった。流城は爆弾四発、魚雷一本を被弾、ひかみなりし、十八時に沈没した。生存者を救助したトネ、天津風、時津風は夜になって、機動部隊本隊と合流した。午後二時。 随格から第二次攻撃隊、高橋正大九99艦爆27、零戦九が発進する。第三艦隊は、第二艦隊、連合艦隊司令部のいずれにも攻撃隊発進を伝えなかったため、付近を行動していた第二艦隊、近藤艦隊は敵どころか味方の位置さえつかめず、独自行動を強いられた。長雲中将が無線封鎖を解いたのは、 第一次攻撃隊発進後のことであり、第十一戦隊以下の前衛艦隊に、今夜野戦を持って、敵を撃滅すべしと命令した。近藤は、第一次、第二次攻撃に引き続き、第三次夜間雷撃をもてす。なお、前衛の野戦により敵を撃滅戦とすという名ぐも、部隊の電報を傍受し、米軍の位置を推測しつつ南下している。この時、戦艦、道の区は、 機関、アタゴイカ巡洋艦船隊の高速軌道について行け、第二駆逐隊の白露型3隻、ラサミダレ、春雨と共に艦隊から分離されてしまった。午後2時過ぎ、第三艦隊前衛の戦艦飛鋭偵察機がアメリカ軍機動部隊を発見、報告する。午後2時28分、日本軍第一次攻撃隊がアメリカ艦隊に対し攻撃を開始する。 小核隊の攻撃により、エンタープライズに爆弾三発が命中した。隋核隊は、サラトガに爆弾命中、火災発生を記録したが、実際の損害はない。フレッチャー司令官は、無傷だったサラトガより、大撃機、t b f アベンジャー5機、急降下爆撃機、SBD ドーントレス2機を、戦闘機の護衛なしで発進させ、近藤艦隊を攻撃して水上規模艦地とせに、 損傷を与った。対する日本軍の第二次攻撃隊は敵を発見できず、日没午後4時15分を迎えた。南雲機動部隊は、ブルゲンウィル島の部下基地に、信号少佐率いる冷戦30機、97艦航3機を派遣して帰動した。出番のなかった97式艦上攻撃機を指揮する村田茂春少佐は、第二航空戦隊の奥宮正武航空参謀に、 艦爆ばかり出したから、せっかくやっつけた空母を逃がしたねと皮肉を述べている。南下していた、あたご以下の前衛艦隊も、米艦隊を発見できず、24日夜10時頃に、撤収した。8月24日から25日、第30駆逐隊司令、安武四郎大佐に引きられた、駆逐艦五隻、六月、弥生、甲風、磯風、影楼は、ガダルカナル島。 ヘンダーソン飛行場に対し艦砲射撃を実施したが、効果はなかった。駆逐艦部隊は北上して、田中司令官指揮下の日本軍造園部隊、輸送船団に合流する。午前6時、両艦隊の陣形変更中に、ガダルカナレ島及び B-17 からの航空攻撃を受けた。第二水雷戦隊機関の人数が中破。駆逐艦無月、輸送船、金達丸が撃沈され、 同部隊はガダルカナル島域を断念した。人数は駆逐艦両風に護衛されてトラック白地へ向かい、翌年1月まで戦線離脱を余儀なくされた。日本海軍はこの海戦で軽空母遺跡を分派行動させた結果、アメリカ軍機動部隊艦載機の集中攻撃を受けて撃沈されるという点では、1942年5月、 上旬の三五海海戦における空母小鳥の喪失と共通するが多い。ただし、三五海と違い、流浄を分派行動させることの危険性を承知した上での行動なため、一違いにこれまでの戦訓を活かせなかったというわけではないが、結果的に太平洋戦争海戦以来六隻目の空母を失うことになり、三五海海戦の時と違い、 敵艦の撃沈もなかったことから戦術及び戦略面の両方で敗北となってしまった。これ以降、日本軍は輸送船による補給を一旦諦め、駆逐艦による輸送及び陸軍が大発を用いた輸送、いわゆるネズミ輸送、アリ輸送を行うようになった。日本陸軍第十七軍では海軍は任務遂行よりも自己艦船の保全を優先している。 戦況に関かかわらず敵の空母のみを攻撃の目標としている敵の輸送船を攻撃して全般作戦を容易にする着意が認められなといった不満が出た。アメリカ軍は日本軍にとって貴重な空母一隻を撃沈し、さらに日本軍の輸送作戦を阻止して勝利を収めたものの日本軍主力空母二隻は無傷であり干渉とは言い難かった。草加龍之介参謀長は B-17 爆撃機の発進基地であるエスピリットサント島、ニューカレドニア島、ガダルカナル島のヘンダーソン飛行場の空襲圏をクモノスと表現している。ナグモ機動部隊の戦力ではアメリカ軍機動部隊で補強されたクモノスを破ることができなかった。31日、3・5会の紹介を行っていた空母サラト川。 日本軍の潜水艦位十六の来撃で損傷し、この修理には三ヶ月を要したほか、フレッチャー司令官をはじめとする幕僚や、乗組員の多数が死傷、後日フレッチャー司令官は西洋も兼ねて、後方の任務に回されることになった。さらに、九月十五日には、空母ワスプが潜水艦位十九の来撃により浸水という爆を、招いー大破し、従順ソルトレークシティ、軽順、 ヘレナ、駆逐艦、ラフェイ、ランズダウンに乗員を異常の後、復旧が行われた。しかし、飛来後、燃料に引火して発生した火災を沈下できず、ランズダウンの魚雷3本による遺撃処分で、2 1 9の攻撃による光なりから約6時間後に、ワスプは沈没した。サラトガの大破、ワスプの沈没によりこの方面で、活動可能な空母はホーネットのみとなってしまった。 アメリカ海軍は空母戦力を失うが、ガダルカナレ島のヘンダーソン基地、航空隊増援によって、交優勢を確保した。第2艦隊、第3艦隊、この他に、外南洋部隊の鳥海、青葉、古高、絹笠が別行動をとっていた。第61任務部隊従順洋艦、ニューオーリンズ、ミネアポリス駆逐艦、従順洋艦、サンフランシスコ、 ソルトレイクシティ軽寿命館サンフアン駆逐館。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。